こんばんは、平井弘明です。今回はですね、インパクトのタイミングが合わない方いらっしゃいませんかね。結構見ててもどうしてもクラブを振ってインパクトにタイミングが合ってない方だったり、いい動きをしてもなかなかいい音が鳴らなかったりという方がいらっしゃると思います。今回の動画はですね、そういったインパクトのリズムやタイミングが合わない方にとってすごく参考になる動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。そもそもタイミングが合ってる合ってないってよくレッスンプロなんか結構生徒さんに言うと思うんですけども、まず合ってる方っていうのはインパクトの音がいい、それはボールが曲がっても例えば芯に当たってたり、ボールを叩いた時の音がダフリ音とかトップ音が鳴らない、でも球がまっすぐ行った曲がった、それはタイミングが合ってる方なんです。タイミングが合っていない方というのは、例えば全般的なミスショットですよね、ダフリ、シャンク、トップっていうのはインパクトへのタイミングが合ってないがために出るミスというのがほとんどなんです。知らなかったっすか。そうなので、その辺のですね、理解していただくために一つ一つゆっくり説明していきたいと思います。ということは、タイミングが合ってても、はい、右左に行くことはあるってことあります。そうだから、その見極めも大事ですよね。なんで今のうまく触れたのに曲がっちゃったのとかあると思うんですよ。なんでそのタイミングの取り方だったり、タイミングの取るための体の使い方ですよね、それを解説していきたいと思います。タイミングってよく言うんですが、ボールを打つ時って力入れますよね。だって力入れないと、そう、もちろんクラブが動かないから。そうなんです。で、力を入れる時って掛け声かけたりしませんか。重いものを持つ時に例えば3、2、1で上げたりとか掛け声かけます。それもタイミングなんですよ。それゴルフのスイングに入れてます。ちゃんと自分のインパクトで当てたいところに、例えばカウントをします。こういう構えをしてアドレスが1とカウントします。したら1、2、3、動画終わっちゃいましたね。めちゃくちゃいい球。そう、ああいう風にタイミングを取るってことが大事なんですよ。なので取らないことがない方がいいんです。絶対取った方がいい。それは人それぞれタイミングの取り方ってもちろん違うんですよ。今例えば僕はアドレスの時に動かなかったんで、静止状態を作ったのが1っていう風にカウントしました。なんで1、2、3で振ったんですよ。例えばこれが0、1としますね。したら2例目っていうのが、例えばグンって左に踏み込むんですよ。1、2、3って振る。それは体の軸をぶらしながら打ちたい人なんかは今の打ち方がおすすめします。もう一回いきますね。左にアドレスしたところから左のかかとに一回こうやって踏み込むんですよ。それが1、次に2、右に乗る、でもう一回3で左に乗る、左右左のタイミングですね。それもスピードはご自身の打ちやすいスピード、1、2、3なのか1、2、3なのか、その辺は打ちやすいタイミングがいいですよ。なんでタイミングの取り方ですね。ちょっと打ってみますね。1、2、3、僕はこれはちょっと打ちづらいんですよ。さっきみたいにアドレスの止まったところが1ってやって2、3っていう風に打った方が僕は打ちやすいんですけども、今みたいな軸をぶらしたいなっていう人なんかは左右左で打ってあげるとすごいリズムっていうのが取りやすいんですよ。で、今この2つっていうのはほとんど下半身を意識したタイミングの取り方。次に上半身ですよね、クラブとか腕とかを使ってタイミングを取る方っていうのは、アドレスを取ってクラブをアドレスの時にこうやってワックルって言って、こうブラ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 させる人いるんですよ。こうやってタイミング取ってるんですよ。すでにこれもタイミング取ってる。それで1、2、3って打つ。下に置くのが1、ブラブラ動かしといて1、2、3って打つ人もいるんです。これもタイミングなんですよ。次に腕を使ってタイミングを取る方っていうのは、要は少しフォワードプレス、ハンドファーストにクッてやって1、2、3って打つ。
これもタイミングを取ってるんですよ。リズムを自分の中でカウントしてタイミングをインパクトに合わせるために動いてるので、ただ今4つやったと思うんですよ、タイミングの取り方。下2個と上2個やったんですけど、これ全て共通してることはインパクトでクラブを3のところでボールにちょうど当たるように動いてるっていうのが大前提なんですよ。3が合ってなかったら当たんないです。あれ、逆を言えば3が合ってれば当たるんですよ。だから一番3が大事なんですよ。3のところでボールにヒットする音が自分の数えた3と一致してればボールっていうのはいい音が鳴るんですよ。これが3、3ってなっちゃったりするとドタドタってなって、ミンゴルで言うとドクロですかが出るんですよ。あれがダダっていうのが出るんで、だからとにかく3が一番大事。3のところでヒット音をさせるように自分の取りやすいタイミングで打ってあげること、それをぜひ考えていただきたいんですよ。考え方から始まってゴールがここだとしたら、登録君道連れにしちゃいますけど、僕と登録君は正当なレールをこうやってゴールまで向かうのってあんま好きじゃないですよ。どっちかっていうと、あ、じゃあ逆を言えばこうでしょっていう考えがあった方が面白いっていう感じなんですよ。別にそれがいいわけじゃない。だから今もそう。だから1、2、3が3つ合ってればいいですよっていうのももちろんそうなんですよ。正論なんですけども、逆を言えば3が合ってればインパクトがぴったり来てるんで、そこに合わせるために動いてあげた方がいいですよね。だからそのタイミングの取り方っていうのは、本当一番最初にも言いましたけども、荷物を持つ時とか何かする時って、多分生活してると絶対何個か出てくると思うんですよ。それって自然とできてる場合って考えなくてもできる。でもゴルフってゴルフ場に来なかったらゴルフできないんで、ゴルフって不自然の動きじゃないじゃないですか。なんで自分からタイミングを取ってあげるとより楽に考えられたり動けたりするんですよ。なんでできればその前ショットパターンもそうですよ。パターンも 1,2,3 フォワードプレスして 1,2,3 って打つ、それもタイミングなんで、全てのショットにおいてタイミングを取ってあげること、自分からですね、それはすごく大事なこと。プラスもっと大事なのは3番目にヒット音をさせてあげること、そういうのが大事になってくるんで、ぜひこれを試していただきたいポイントになります。本当これとあと方向性っていう動画を撮っていきたいと思うんですが、その2つができてくるとゴルフってめちゃくちゃ変わりますから。どうやったらタイミング合ってるっていう判断が自分に、方向性は例えばタイミングがぴったり合ってるだろうなっていう振り方をして打ち方をしてボールに当たりました、でも球が曲がりました、それは方向だけずれてるっていう判断をしてもらいたいんだけど、それはインパクト音なのよ。音伝わるかな。ASMR ないよね。ないね。ちょっと音伝わるかどうかちょっとやりますね。タイミングが合ってる曲がりやった方がいいかな。曲がってタイミングが合ってる、これめっちゃくちゃタイミング合ってるんですよ。ただ左に分曲がりしてるんですよ。これはタイミングが合ってるんだけどフェイスアングルがずれてるんで左に曲がるんですよ。同じタイミングでまっすぐ打ちますよ。あれがまっすぐ、同じタイミングでストレートボール両方打てるっすね。そう、例えば右もそうなんですよ。1球目左打ったんで3球目ちょっと時間ないんで右打たないですけど、例えばあれでナイスショットして同じく右に行ったのもそうなんですよ。3発打とうか右これもシンクっていいやったりして右に飛んでってるんですよ。3発同じタイミングで打ってるのに3発とも球筋が違う。これはフェイスアングルだけの問題なんで、またタイミングの取り方とは別の話になっちゃうんですよ。次にタイミングが合ってない3発ナイスショットいきますよ。これは1,2,3 です。3よりも早く打っちゃってる、でも球はそこそこまっすぐ。次に今3よりも早く打った、だから次は1,2,3,3って打ちますね。3の後に打ちます。ワンテンポインパクトを遅らしてダフってるんですよ。
でもタイミング合ってる時のスライスよりも曲がり幅が狭いんですね。ああいうのってまっすぐ行ってるけど当たりが悪いとかってよくコースあれですよね。そうそうそう、当たりが悪いんだけどボールがまっすぐ行く。丸山さんがよくダフリ天ぷら曲がりなしっつってやってたんですけど、そう、それでタイミングが合ってる合ってないでもちろん球筋って全然違う球が出るんですよ。だから何が正解で何が合ってて間違っててどういう球が出てるかってそう原因が分かんないですよね。だからインパクト音がいい音が鳴ってればタイミングは合ってるんですよ。だから考えることは当たってるフェースの向きっていう風に考えてもらった方がいいですよ。だから右行ってんだったら単純にフェースがインパクトで3のところで開いてる、左行ったんだったら3のところで閉じてる、まっすぐ行ったんだったら3のところでまっすぐきっちり当たってるよ。これはタイミングが合ってる時のことですね。タイミングが合ってないでまっすぐ行っちゃったっていうのは結局インパクトの3のところで音が鳴ってないんで、まずはまっすぐ行っててもマットの上だったらまっすぐ行ってるかもしれないです。ただ芝生の上だったら大ダフりしてすぐそこだったりとかってするんで、まずは3と同時にボールが当たる音を意識して打ってあげることが先決になります。次にタイミングが合ってきてボールが曲がってたんだったらフェースアングルの調整をしてあげた方がいい。どっちが先って言ったらタイミング合わせる方が先なんですよ。曲がりを直すより、それは絶対。タイミングよくボールに当たってなかったら話にならないんで、まずはタイミングを合わせて、パターからドライバーまで全部一緒ですよ。タイミングを合わせていい音を鳴らしてあげることが重要になってきます。例えばいい音が鳴ってすごくいい振りして右行ってる、要はタイミングが合ってて右行ってる場合なんかはタイミング合ってるんで本当はスイング全体の動きって直してもらいたくないんですよ。要はフェースアングルだけ意識していただければいいんですけど、例えば右行く原因をバン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 言われちゃってそこを直しちゃうとせっかく良かったタイミングがずれるんですよ。そうすると単純に遠回りなんですよ、正解からすると。なんでそのフィーリングが良くて曲がってる時とかそういう時ってスイング直しちゃいけないですよ。で何がずれてるかって自分じゃなかったりするんですよ。ボールの位置、例えば正しいっていう言い方あれですけど、自分の基本のボールの位置がここだとします。したらここに置いてあれば絶対ナイスショットする人がいるとしますね。絶対ミスしない人。したらボールの位置がここにずれてました、この位置。したら完璧なスイングした人でも絶対タイミング合わないですよ。だからボールの位置をここにしてあげたら完璧になるんで、スイング直したらこれもずれちゃう。だから曲がるからって言って一概にスイングが悪いわけじゃないんですよ。そのボールの位置とボールとの距離、この十字の真ん中にボールが来てなかったらその人のタイミングでは打てないんですよ。なのでできれば最初にスイングを疑ってもいいんですけど、ボールの位置だったりアドレス時ですよね、アドレスの姿勢とかボールとの距離なんかを疑ってあげた方がいいかなと思います。本当にスイングって動いてる最中のことなんで、体の調子によって動く場所が違ったりするんですよ。それはそれで決して悪いことではないです。その時に無理のないスイングをしてるだけだと思うので、変なスイングで悪さをしてるんだったら話は別です。直した方がいいんですけども、タイミングが合ってていい音が鳴ってボールが曲がってるんであれば、ボールの位置だったりボールとの距離を変えてあげるだけで全然タイミングって自分で変えなくても結果的に変えられるんですね。それは僕の練習ルーティーンっていう動画のところでドライバーショットを打ってるところがあるんですけども、そこでもうその答えが出てます。ちょっとその辺動画で見ていただければと思うんで、そのショットっていうのはドライバーで左にブリーンって芯食って土芯食って左に巻いてるんですけど、そういう場合は同じスイングでボールの位置を少し中にしてあげればストレートになりますよって言ってストレートになった動画があるんですけど、そう、そういうことと一緒なんですよ。なんで何でもかんでもスイングが悪いわけではないので、一つ一つ普段からのチェックというのが大切になってくると思います。タイミングずれて芯に当たることもある？あるかないかっていう感じだから分かんない。ある時もあるんだよね。そう、ただそういう時は絶対細工してるから、本当は当たんないんだから、タイミングずれてんだから。例えばこうやって遅れてきました、本当はこのまま打ったらダフりますって言ったら、左手のリストをこっちに折ってこうやってクラブを間に合わせてこうやって打ってる場合もある。なんかしてる。そう、なんかしてんの。それは器用な人そう、もうこの辺でそのクラブの降りてくる感覚で、あ、こうだなって反応できる人。例えばちっちゃい頃からスポーツやってる人とか、頭で動かない人、体で動いちゃう人は反応してプッて
ってビクってなる時ある。そういう時は遅れたなと思ったらこうやって、それでも合わせにいっちゃってるもんね。合わせにいっちゃってる。そう、ただプロになるんだったらそれ必要です。うん、それ言うとまた長くなるから。そうそう、また違う話しましょうか。そう、では今回はですね、インパクトのタイミングについて動画を撮らせていただきました。少しでもですね気に入っていただけたら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。